どうもこんにちは、アキドです。おーす、僕たちがアキドは10月から11月末まで、をかけて全国10カ所の初のワンマンツアーを行います。場所はね、北は青森から南は福岡まで回らせていただくんですけれども、はい、まあ、まだ行ったことない場所、ワンマンをやったことがない場所だったりね、やったことないライブハウスなんかもいろいろあって、こんだけの規模で全国を回るのは初めてなんで、すごくすごく楽しみにします。そして11月30日土曜日、ツアーファイナルとして新宿ブレイズでのワンマンが決まっております。まあ、各地ね、いろいろ、これだけの初のワンマンツアーということで楽しみがあると思うんで、各メンバーから一言ずついただきたいなと思います。はい、じゃあまずはソシーから。はい、今までで俺たちでね、やったこともない本数のワンマンツアーなんで、ぜひ今のうちから体力をつけてしっかりと回れるようにね、全力で最初から最後まで全力で回れるよう頑張りますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ移動。はい、本当に今までたくさんの人に出会ってきました。宇宙というものを大切にして、みんな笑顔で、お口に残らず笑顔で最後を迎えるように頑張りたいと思います。はい、じゃあリーダー。はい、もうとにかくもう一歩一歩最高のライブをやってくんで、みんな来てください。お願いします。お願いします。よろしい。はい、いつものライブも当然自分をどう出せるかは考えてるんですけど、今回のツアータイトルになったこの1っていうのを一番念頭に置いてですね、1カヒロとしてどこまで出せるか。1カヒロね。もう2にはちょっと、じゃあ俺1ギと1溢れるばかりどこまでするできるだけ俺を出し切れるようにやりたいと思って、どうぞ見守ってください。はい、はい、俺はもう毎回ライブを重ねるごとにその人の日が一番のライブにしようっていうのは常に思ってるんですけど、まあ、このワンマンツアーはね、本当にガキ投資料一番のライブ、それがどの場所でも、それを更新し続けて最後のツアーファイナルまで突っ走っていきたいなと思います。普段じゃできないことにも挑戦しようと思ってるんで、ぜひ楽しみにしていってください。はい、そういうわけでですね、全国10カ所ワンマンツアー10月から回らせていただきますので、ぜひぜひ遊びに来てほしいなと思っております。というわけでガキ投資でした。待ってます。バイバイ。バイバイ。